フランク・エドワード・トーマスは、アメリカ合衆国ジョージア州コロンバス出身の元プロ野球選手、右藤右打ち。愛称は、ビッグハート。高校時代から、アメリカンフットボールと野球の注目選手だった。トーマスは、フットボールの名門校である、オーバン大学に、スポーツ小学生として進学。フットボールをプレーしたのは1年足らずで、その後は、野球に専念することとなる。 1989年には、サウスイースタンカンファレンスの最優秀選手に選出され、大学時代の通算49本塁打は、学校新記録となった。1989年の MLB ドラフトで、シカゴホワイトソックスから一巡目に指名を受け入団。1990年は、A 級バーミングハムバロンズで109試合に出場し、打率。 323.18本塁が71打点を記録し、ベースボールアメリカマイナーリーグ年間最優秀選手賞を受賞。8月2日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。名打撃コーチとして知られるウォルトリニアックの指導を受け、打率。330.7本塁が31打点、出塁率。454の好成績を残した。また、 メジャーとマイナーで合計156支給を記録した。1991年は打率318.32本塁打109打点を記録しシルバースラッガー賞を初受賞。9月28日のシアトルマリナーズ戦でルーブルーのシーズン最多支給の球団記録127を60年ぶりに更新し、最終的に138まで伸ばした。 1992年は打率323.24本塁打115打点球団記録となるリーグ最多の46二塁打を記録死球はリーグ最多の122で球団史上初めて2年連続100死球を記録した1993年は初めてオールスターゲームに選出された打率317 球団記録となる41本類が128打点を記録し、チームの10年ぶりの地区優勝に大きく貢献。トロントブルージーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率353両チーム最多の10球を記録するが2勝4敗で敗退シリーグ優勝はならなかった。オフに MVP を満票で受賞した。1994年は、 開幕から本塁打を量産。前半戦だけで32本塁打を記録し、オールスターゲームに2年連続で選出され、初の先発出場を果たした。8月7日には、球団史上最速で100打点に到達した。ストライキのためシーズンが打ち切られたが、打率35、353.38本塁打、101打点と三冠王も狙える大活躍。 また両リーグ最多の109支給、オプス1.217を記録した。MVP の投票でも2位以下を大きく引き離し、2年連続で受賞した。アメリカンリーグで2年連続の MVP 受賞は1960年1961年のロジャー・マリス以来だった。ストライキ明けの1995年は3年連続でオールスターゲームに選出され、前年に続いて、 全発出場し4回に本塁打を放った。2年連続で全試合出場を果たし、40本塁打、111打点を記録した。1996年は7月11日に、左足の疲労骨折で自身初の故障者リスト入りし、連続試合出場が346で途切れたが、アレックス・ロドリゲスに次ぐリーグ2位の打率、3 4 9 2 4本塁打、 134打点を記録。1997年は打率347で自身初の首位打者を獲得。35本類が125打点を記録し、7年連続で打率3割20本類が100打点、100得点100指を達成し、 テッド・ウィリアムズが1941年から1949年にかけてマークした6年連続の MLB 記録を更新した。1998年は29本類が109得点109打点114球を記録したが打率が265と自己最低に終わった。プライベートでは離婚もあった。1999年は打率こそ。 305だったが、怪我と不調で15本類だ、77打点に終わり、デビュー年以来9年ぶりに20本類が、100打点を下回った。4月17日に、通算千0球、6月6日に、通算千打点、6月24日に、通算1500本安んだ、8月7日に、通算300本類がを達成するなど次々に、大台を、クリアした。 2000年は7月14日にルークアップリングの通算1116打点の球団記録を50年ぶりに更新。打率328ともにキャリアハイの43本類が143打点を記録し7年ぶりの地区優勝の原動力となった。マリナーズとのディビジョンシリーズでは無安打に終わりチームも3連敗で敗退した。MVP の投票では ジェイソン・ジャンビに次ぐ2位に入り、カムバック賞を受賞した。2001年は怪我で4月27日を最後にシーズンを終え、キャリアワーストの成績に終わる。以後度重なる故障に悩まされるようになった。2003年は7月25日のタンパベイデビルレーズ戦で、史上36人目となる通算400本塁打を記録。8月には、 自己最多、球団史上2位体となる月間13本塁打を放ち、4日には通算2000本安打を達成した。打率は267だったが、リーグ2位体の42本塁打、105打点、3年ぶりの100式を記録した。2005年は足首の故障のためで遅れ、5月30日にシーズン初出場。しかし7月21日に故障者リスト入りして、 シーズンを終え、打率、219.12本塁が26打点に終わる。チームは46年ぶりのリーグ優勝を果たし、ヒューストンアストロズとのワールドシリーズを4連勝で、制して88年ぶりに世界一の栄冠を手にしたが、自身は1試合も出場できなかった。オフに、球団は1000万ドルのオプションを破棄して350万ドルの違約金を払い、 契約延長しないことを決め、16年間在籍したホワイトソックスを離れることになった。アスレチックス時代カレッジフットボール BCS ナショナルチャンピオンシップゲーム観戦中のトーマス2006年1月31日に1年50万ドルでオークランドアスレチックスと契約。2005年終了時の通算出塁率427は歴代13位で、 出塁率を重視するアスレチックスにとって理想的な打者だった。トーマスはもっと条件の良い,いチームはあったが金ではなくチャンスを与えてくれたアスレチックスに決めたと語っている。9月に球団新記録の6試合連続本塁打を含む10本塁打31打点を記録。打率270ともにチームトップの39本塁打114打点を記録し、 チームの3年ぶりの地区優勝に貢献。ミネソタツインズとのディビジョンシリーズでは、第1戦で、ポストシーズン史上最年長で1試合に本塁打を記録するなど打率。500をマークし、チームも3連勝でツインズを下した。デトロイトタイガースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは13、打数無安打に終わり、チームも4連敗で敗退し、自身初のワールドシリーズ出場はならなかった。 オフにフリーエージェントとなり、11月18日に、ブルージェイズと2年総額1800万ドルで契約した。2007年は、トロイ・グロース、バーノン・ウェルズといった強打者と共に、協力クリーンアップを形成した。6月17日に、エドガー・マルティネスの指名打者としての本塁ら243を抜いて、歴代1位となった。6月28日には、史上21人目となる、 通算500本塁打を達成。不振が続いた打撃陣の中で2001年以降最多の155試合に出場し26本塁打95打点は共にチームトップだった。2008年は打率167.3本塁打11打点と不振のため4月20日に解雇される。2008年4月24日にアスレチックスと契約し 二年ぶりに復帰。8月29日の試合で負傷すると、翌日60日間の故障者リストに入り、シーズン通算で打率。240.8本塁打、30打点に終わった。10月31日にフリーエージェントとなった。トーマスのホワイトソックス在籍時の背番号、35、シカゴホワイトソックスの永久欠番に2010年、指定。 2010年2月12日、正式に引退を表明。同年8月29日に、フランク・トーマスデーが催され、トーマスのホワイトソックス在籍時の背番号35が永久欠番に指定された。アメリカ野球殿堂入りする資格を得た2014年の1月8日に、83.7%の得票率で殿堂入りを果たした。現在は、フォックススポーツで、 全米ネットの解説者として活動している。ありがとうございます。